レッジのこと任せていいか。俺はここで仲間を待つ。ウェッジが生きてたんだ。可能性はゼロじゃない。俺は支柱の上でジェシーとビッグスと話した。だから二人の状況は知っている。帰ってくる可能性は。でもよ、星に帰ったんだよ。帰る場所は間違いがあって、立ち止まってたらあいつらに笑われちまうな。たぶん重てえな。すまねえ、本当にすまねえ。他に当てがなくてよ。怪我人を追い出すような白状はできないよ。エルミナ、やはりエアリスを取り戻すべきだ。またその話かい。シンラの地下施設で人体実験の跡を見つけた。俺の方がシンラという組織を知っている。話を聞いただけでエアリスを解放するとは思えない。この世界でたった一人の古代史となれば科学部門が黙っていないはずだ。科学部門には北条という人を人とも思わない。やめておくれ。でも少し考えさせてくれないかい。あんたたちも疲れただろう。今日はもう休んだらいい。
休めるときに休んどけよ。あんたこそ。俺はいいんだよ、頑丈だからな。目をつぶるといろいろ思い出しちまってな。アバランチによ、フィンっていう悪ガキがいてな、何を任せてもすぐにサボろうとするやつだ。ただ絵を描くのだけは好きだよ。トンネルにスタンプの絵があったろ、あれを描いたのがフィンさ。情報収集担当にあるってやつがいてな、あちこちからパスコードを入手してくるやり手なんだが、こいつが色男でよ、気に入った子を見つけたらすぐに渡せるようにいつも花を隠し持ってんだよ。もしかしたらここで買ってたのかもな。そりゃ一度ティファに手を出そうとしてこっぴどくやられてたな。だろうな。資材調達担当のネリーはジェシーとコンビを組むことが多くてよ、よく姉妹と間違われるんだと。二人とも似てないのにって文句を言いながら嬉しそうに笑ってたな。ま、あいつらなら大丈夫さ。全員俺に似てしぶてえからな。うん。エアリスを助けた後で紹介してやるよ。楽しみだ。お前相手だってのに話したらすっきりしたぜ。眠れそうか。うん、グースかピーだ。あんたには世話になりっぱなしだ。この恩は忘れねえ。俺にできることがあったら何でも言ってくれ。困った時はお互い様さ。エルミナ、あれから考えてみたよ。呼ばれている気がするんだ。だから私からもお願いします。助けたいんです、友達だから。うすうす分かってたのさ、いつかこういう日が来るんじゃないかってね。それでもエアリスを助けてやっておくれ。父ちゃん。ん？マリン。行っちゃうの？すまねえな、マリン。そばにいてやれなくて。父ちゃんだっていつも一緒にいたい。本当だ。でも、それじゃ戦えない。ん？悪い奴らが星を壊そうとしてる。実はな、父ちゃん、そいつらと戦ってんだ。星やスラムのみんなを守るのが父ちゃんの仕事だ。はっ。だから行かねえと。マリンを助けてくれたお姉ちゃんを今度は俺たちが助けに行くんだ。助けてもらった俺、ちゃんと言わねえとな。うん。あのね、あのお姉ちゃんね。どうした？ううん。助けてあげて。任せろ。
って来るよね。ああ、絶対だ。じゃあ、行ってらっしゃい。うん。マリンは大丈夫だ。よし、シンラビルに乗り込むか。目的を忘れるな。わかってるよ。エアリスの救出だろう。でも上までどうやって行く？鉄道は動いてないよね。じゃ、線路を歩くか。今は非常事態だ。表だったルートは封鎖されていると思った方がいい。じゃあどうすんだ？裏ルートがあんのか？そういうこと知ってそうな人ってコルネオか。情報やキリエの大スクープだよ。飲むしかないよな。会社は今頃反シンラグループのアバランチが1番と5番の後調子に乗って7番マ航路まで爆破したんだけど、素人の悲しさで爆弾の威力を把握していなかった。その結果がこの大惨事。しかもウータイから莫大な資金援助を受けてたんだって。反死んだなんて大層な看板を掲げてるけど、実際はウータイの手先というかただの使いっ走り。これが真相。上で仕入れたばかりの最新ニュースだよ。はい、ゴギル、ゴギルちょうだい。マジかよ、油断も隙もねえな。ウータイは結局魔法が妬ましいのさ。また戦争になるのかい。仕掛けてきたのはあっちだ、仕方ないだろ。ねえゴギル、情報はタダじゃないんだよ。ウータイの手先じゃねえ。他はともかくそこだけははっきりさせねえと。私たちの主張なんてもう誰も聞いてくれないよ。ごめん。ティファ、な、ティファ、俺たちは反省も後悔も許されないみたい。こっから先はもうただただひたすら前進あるのみ。何があろうと反神羅の火は消さねえ。うん、でも今は前だけじゃなくて周りも見て。みんな怯えてる。だからお願い。困ってる人がいたらできるだけ助けてあげたいな。プレートが落ちたって本当か？だからこそいい武器を持たないと。どこまで行ったんだろう。クラウドさん、やはりご無事でしたね。この状況を乗り越えられるような新たなマテリアを生み出していきましょう。現在停戦中のウータイと統合している可能性があり、シリナカンパニーはウータイに対して
今回の事件との関連を追及するとしています。クラウドさん、あれ？クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いします。引き続き、バトルレポートのデータ提出をお待ちしています。事故が起こったんだって。マテリアは災害時にも活躍しますよ。どこまで行ったんだろう。クラウドさんですよね。いいところにいらっしゃいました。オーナーのサムから話は聞いています。凄腕の元ソルジャーの何でも屋だとか。そこでご相談なんですが、うちのチョコボたちを探してもらえないでしょうか。実はプレート落下の衝撃に驚いて逃げてしまったんです。きっと今頃怯えてお腹を空かせているはずです。かわいそうに。それは大変だな。わかった、気にしておくぜ。ありがとうございます。見つけたらこれを食べさせてください。逃げたのは3羽、名前はカカ、ロロ、モモです。野菜を食べて落ち着けば自分たちで帰ってくるはずです。よろしくお願いします。
準備はいいか。とっくにできてる。どの終わりだ。本当にコルネオのとこ行くの？行くだけ行ってみよう。なんだよ、コルネオと何かあったのか？言いたくない。あん？クラウド、覚えてない。あれ、新羅兵どこ行った？クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いしますね。引き続きバトルレポートのデータ提出を。あれ、新羅兵どこ行った？新羅兵はゴムや方に入っていた。本日も闘技場はここだけの話。コルネオさんが、ようこそウォールマーケット1の武器屋へ。どうぞごひいきに。ここだけの話、コルネオさんが消えたらしい。マジかよ。誰もいねえな。
助けて。おい、何の用だ。私たちプレートの上へ行く方法を探してて、コルネオなら何か知ってるかもって。なるほどね。それなら俺も知っている。本当か、教えてくれ。こっちに来い。話だけは聞こう。あ？なんだこの穴。この先に用がある。あんたたちが手伝ってくれるなら上に行く方法を教えてもいい。この先って下水道だよね。何しに行くの？コルネオの隠れ家がある。そこまで行きたい。俺たちをはめるつもりじゃねえだろうな。そう思うならそれでいい。俺は別の助っ人を探す。お前たちも他の方法を探すんだな。分かった、手を貸そう。いいのか？裏切れば切る。それで構わない。信じるよ。詳しくは地下に降りてからだ。準備ができたら声をかけてくれ。準備はいいか？じゃあ降りようか。で、何なんだこの穴。侵入者用の落とし穴だ。あ？生きて戻ったやつはいない。いや、いなかったというべきか。本当に上へ行く方法を教えんだな。あんたらが仕事をしたらな。俺はまだ信用しちゃいねえぞ。少しでも妙な真似しやがったら蜂の巣にはなりたくねえよな。それはモンスターに頼む。手ごわいやつが多くてな。俺一人じゃさすがにきつい。でも、あんたたちなら楽勝だろ。さっさと済ませよう。